めんちゃん、ちょっとそこどいて。よかんと料理できんよ。じゃあどいてくれる？はい、あとでしちゃってね。いた回ってる？よー、ゆみでーす。始まりました。皆さん新年明けましておめでとうございます。最後に更新したのが12月31日ということで、もう言い訳になるんですみません、サボっていました。久々にエプロンとか出してみたんですけど、エプロンを奥に畳んでいたのでくしゃくしゃです。あ、いた、やば。これはフランフランで買いました。なんかロゴがフランフランって書いてる。今日はですね、バレンタインデーのものを作ってみた。なかなか私料理のイメージがないと思うんですけど、そうなんです、料理は本当にするときとしないときが激しいんですけども、最近はちょっとずつするようにはなりましたよ。まあどうせ飽きるんでしょうけど。ということで今日作るのはじゃーん、サクッとクッキー。それではやっていきましょう。懐かしいんだけど、こっからは手でいきます。ある程度生地が完成しました。こちらです。ゴロ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 で、こっから型抜きをしていくんですけども、大変なことが起きました。なんとですね、クッキーの型がもうダサいことにこれとこれしかありません。え、マジでさ、もうこれニコちゃんとか書くか、これもチョコチップ系に入れるかしかないよね。マジで最悪、どうしよう。メンバー分そんなにいっぱい、まあ作っていきたいと思います。将来は広い家に、将来は広い家に住んで広いキッチンで料理がしたいな。今はザ一人暮らしって感じでしょ。何しようとしたっけ。サンラップ。じゃあちょっとここで恋愛話でもしましょう。イエーイ。なんか小学校の頃絶対好きな人おったんやけど、もう男子ってさ、モテる人ってもう限られとるやん。なんか誰々くんか誰々くんか誰々くん、もうほぼほぼ王道な人は好きになったもんね私。でもしっかり作ったっていうのを覚えとるのは 2,3 人かな。それではクッキー生地をこのラップに引いて上から棒をします。サランラップさ、これなんかちっちゃいのしかないんだけど、大きいの欲しいっちゃけど、あと大変なことに充電があと 20% しかありません。 20% のうちにこのクッキーを、生地を伸ばしていきたいと思いますけども、よいしょ。で、小学校の頃家までピンポンして届けに行った時もあるし家のポストに入れとくねっていうパターンもあるよ。あのさ、家に届けに行った時めっちゃ覚えとるのがさ、マンションに住んどる人やったよね。まあ同じ近くのマンションに私も住んでて、もう大体集合地帯みたいな感じの場所なんよね、そのマンションの一辺は。で、何丸何ピンポン押す時もバリドキドキした音で、ピンポン押して、なんか最初親が出るったい、いけん、あ、丸々くんいますかみたいな、いますよ、開けますねみたいな、どうしましたっていう時、いや、ちょっと渡したいものがあってみたいな。で、多分小4か小5ぐらいかも。で、ガチャってあの玄関の方開けたら、その男の子がめっちゃ恥ずかしそうにおって、でちょめっちゃ恥ずかしくて、もうめっちゃ再現するね。ガチャって開けて、なんか男の子はなんか、おみたいな感じ、ちょっとなんか下向いた感じで、で私も言って頑張って、私ってもうブワーって階段めっちゃ恥ずかしすぎてブワ
階段を駆け下りた。懐かしい。感じ。もうそれだけ。返事とか断られて聞くのも傷つくけん、もう返事も聞きたくないけん、もうブワーって帰ったのをめっちゃ覚えてる。あとは小5かな、6、小5ポストの中に入れてたりとか。もう小5の頃からさ、付き合うって文化があったから、小5の頃の付き合ってた人みたいなのがおるんよね。第1投目、なんで私がクッキーにするかというと、もう一つ理由があって、花より団子のさ、牧野つくしが道明寺にクッキーを作るっちゃ、バレンタインの日かな。それで道明寺はもう超財閥のお金持ちやけん、何でも食べれると。もうけど、そんな庶民派の牧野つくしがクッキーを一生懸命作るっちゃんね。牧野道明寺の絵を描いてクッキーの上に、で道明寺がそれ食べた時にビリビリビリって走って、恋の味だみたいな。それでもうめっちゃクッキー作りたいっていうのがもう昔からある。これはチョコチップにしよっかな。アーモンドよりも暖かくて君と過ごしたい。女の子はこうやってせっせせっせとさ、男の子のためにさ、男の子、まあ友達のためにもやけど、バレンタイン作りようとよ。それをさ、俺チョコ苦手だからとかさ、お前の無理みたいな感じでさ、親とかにあげようとったやろ。反省してね。気持ちだけは受け取ってね。だって本命で、まあ、自分好きじゃないなって思っても、その気持ちにありがとうだから。わかったか。はい、また謎のアングル。これチョコチップ団体にしよっかな。君と過ごしたい、手にしたいのよりも。ダーン、じゃん、うやば、危な。ほぼカントリーマームです。カントリーマームを普通に買った方が美味しい説。でもね、大事なのは気持ちということ。もうチョコチップだけ。それでは、行ってまいります。16分に行くんだ。スタート。チョコチップをちょっと食べます。毎年これいっぱい食べすぎてたまにお腹痛くなる。うわー、カントリーマームだー。奥の焦げてない、やば。という感じでどんどん行きたいと思います。第1弾が行けました。見て、カントリーマーム。薄く作りすぎた焦げたやつちょっと食べてみたいと思います。いただきます。うん、焦げてる。うん、こういうの焦げ好き。私は森永の生地のクッキーが好き。ちょっと疲れてきましたね。え、わかんないでしょ。ベビーよ、ベビーよ、好きになっちゃうんだけど。ひまひま、早く焼き上がれ、次の準備はできている。うん、うん、あ、うん。ただいまの時刻、午前1時、眠りです。ちなみに5時半起きだったので、もう合計5時半から午前1時ということで、もうすぐ24時、まあ、まあそんな経たんか、24時間が経とうとしている中、クッキーがもういい感じに焼けてきたんですけども、最悪なことが起きました。
人型のクッキーの形しかないって思ったけん、うーんって思って最後出てきた。うーん、去年いっぱい使ったこの型たちがいっぱいあったぞ。ハートとかいっぱい使いたかった。また来年ということで、それだけです。じゃーん。もう手には持てないけど、まだいっぱいこっちにもあるんですけど、クッキー焼けましたー。あとはチョコペンとかで、うーんって愛のメッセージとか顔を描いたら終わりです。いやー、いっぱい出てきた。やばいやばい、大きく切りすぎたかな。ちょっと見らんで。でいつも見てくれる皆さんに気持ちを伝えたいと思います。本当に不器用なんですけど気持ちを込めて作りました。受け取ってください。じゃあできました。ということで皆さん見ていただき誠にありがとうございました。せーの、いた、ハッピーバレンタイン。